おい、ふざけんなよ、マジでよ。おい、仕打ちかよ、これがよ。俺がよ、20日間もよ、休まねえで働いてよ、有給よ、1日半分取ってよ、行きたくもねえ大使館に行ってよ、6万1000円よ、募金してよ、バカがよ、ほんと許されんだけど、マジで、あいつ。あいつ、マジで、これ、クソ切れだから。てめえが認識があるんだよつって。俺、クソ切れだからね。おめえよ、バレたからには鍵とかかけんじゃねえぞ、てめえ堂々としてるやつさね。あの人の鍵かけやがってさ。おめえ、てめえバレたからね。おめえ、絶対責任持って最後まで視聴者楽しませろ、この野郎って俺言ってたからな、てめえ。おい、ごめん、てめえ聞いてんだろ、お前、鍵絶対かけんじゃねえぞ、お前。おめえ、責任取って最後までおめえ、楽しませろよ、こっちは。ほんとバカなんだけど、マジで、あいつ。あいつさ、俺にはさ、俺散々言ってたんだよ。で、ね、じゃあ俺やってたの知ってたのね。ツイッターやってたの知ってたの。で、俺言ったの、ゴロちゃん。あのね、私事で申し訳ないんだけど、俺が放送とかやってるから多分ね、バレちゃうよって俺何回も言ってたの。お、消したん消したよって言ってたのにさ、ちょっとゴロに電話するわ、今から。あ、でもな、今バイト中なんだよな。お前バイト中に大泣きしてんだけど、超かわいそう、ゴロちゃん。大丈夫だよって電話してよ、してあげよう。ほんとかわいそう、ゴロちゃん。わかれねえよ。もしもし？放送 してるわ。放送した。なんてってか、あいつのせいでバレたっつって。お前なんで鍵かけてんだよ。お前、最後まで楽しませるんだよ。そうなったら。お前は。ワカメちゃんとして。お前は今日からゴーリーちゃんじゃない。お前は今日からワカメちゃんとして生きてくんだ。俺の放送の付き人となって。へこんでんでしょ。申し訳ないなと思ったでしょ。すごく思ってんの。今日、今回だけは許した。今回だけは許した、じゃあ。だからさ、もう次から気をつけよう。もう次もクソもねえんだけどな。ほんと気をつけなってきて、もうね、違うんだよ。これは、俺が、ゴロちゃんに言っちゃったのがいけないんだけど、でも言わない、ね、まあ、仕方ないよ。浮気したことも書きやがって、お前。2回も。俺も知ら、俺も知らねえこと、俺も知らねえことをなんかいっぱい俺も、何これみたいな。知らねえ男の中写真が載ってんじゃんみたいな。俺のこと安田に似てるって書いてあったし。いやでも確かにあの時俺と付き合ってたよ。2013年の1月だし。俺見たもん。わざわざ。俺の掲示板に行ってお前のツイッター飛んで。お前のツイッターのアカウント知らねえから。俺の写真はね、乗っけてないと思う。わかんねえけど。乗っけず。おめえ、そうやって言ってさ、あれじゃねえかよ。花ちゃんと空ちゃんと純ちゃんで3人でデートするって書いてあったじゃねえかよ。俺、相手口が伝わらなかったんだけど。はぁと思って。お前、俺のことは絶対書くなよって言ってたのに。俺のことだけは書くんじゃねえぞって言ってあったのにさ。わけわかんねえ、クソ、バンギャとなんか。おめえが特定されようかどうか知らないけど、俺は、絶対俺のこと書くんじゃねえぞって言ってたのに。で、みんなお願いしよう。これ以上はもう私たちを追わないでくださいって。普通に私たちは、もうプライベートでお付き合いをしてるんで、皆さん邪魔をしないでください。これ以上。私のプライバシーに突っ込んでこないでください。これからワカメちゃんと二人で仲良く放送するんで。ブリッコおじさんって言われてる。ゴロちゃん、ほんと気をつけなきゃダメだよ、こういうのって、マジで。はい、じゃあお疲れ様でした。
いやでも、まあ、これはでもね、俺が悪いね。まず、ゴロリに、あの、なんていうのかな、言ったって時点で、これはもう、誰が悪いっていうかもう、私が悪いんで、仕方ないです。これは、ツアーハウスの自演について、このタイミングでツアーハウスの自演について喋れねえんだけど、いや、これからもう本名で行くよ、俺。マジで。パワプロとかやるときも。ときめもやるときも、純ちゃんで行くから、俺。リアルに。よろしくお願いします。ほんと動揺してるよ、ちくしょう。あの豚のせいで、俺絶対浮気すっかんだ、今日。今日 100% 浮気すっかんだ。俺知らねえよ、マジ。今までさ、ゴロリに尽くしてきたけど、俺 100% 浮気するよ、マジで。生でセックスすっから。一生子供できたらおろすから、俺。おめえも俺の前に二度と顔表すんじゃねえぞつってもあいつ何も言わなかったからな。あいつも受け入れたからね、それを。はい、みたいな感じで。あいつ受け入れたからな、俺。俺の、このバリ雑言を。ふざけるなよ、ほんとに。うん。セルビア大使が言ったことは証明されたぞ。言ったんだよ、ゴロリとさ、二人で行ってさ、超楽しかったんだよ、俺がさ、ゴリちゃん、外人だからよ、あいつら銃持ってる、あいつらバカだから日本の文化上がってねえから、ポケットに手忍ばせてよ、銃の形していくわみたいな。そしたらゴロちゃんがさ、なんで募金しに行くのに射殺されなきゃいけないのみたいな。そういうお前、ダウンタウンのやりとりがあったんだぞ。はははっていう。なんで射殺されなきゃいけないのって。今を、すごい、走馬灯なのに、行かなきゃよかった、ほんと。一人で行けばよかった、マジで。一人で行かなきゃよかった、行けばよかった。ツイッターのアカウント削除しました。今後は SNS はしません。本当にごめんなさい。今後 SNS には関わりませんっつってる。わかったってよ。今後 SNS に関わんねえからよ、俺たち。わかったで泣いてる、泣いとこ。すげえ可愛くない？ツイッターのアカウント削除しました。今後 SNS にはかかりません。本当にごめんなさいって。許したよって書いとこ。本当にごめんなさい。きっと、純ちゃんと付き合う前の私の写真が残ってたかもしれなくて、私の顔はみんなの知るところになったと思います。こんなところでもこういう文章使えるのマジでよくない？知るところになったと思います。でも、純ちゃんの写真は誓って貼ってないです。とても迷惑をかけてしまいました。すべて私の責任です。何の申し開きもありません。今後どんなに悪用されても私の責任です。俺が守るつってんじゃねえかよ、おめえよ！ゴロちゃん、にちゃんの、にちゃんの近々死んでほしい人の名前を書き殴りする98にゴロリの本名あったぞ。ちょっとそれ一番悲しいんだけど、ちょっとさ、俺今日一番悲しいんだけど、それちょっとやめてくれよ、お前それ言うんじゃねえよ、マジで。本気で悲しいんだな。確実に嫌われてんじゃん。確実に嫌われてんじゃん。キーワード急上昇が怖いぞ。おい、そんな笑わざるを得ないんだけど。ねえ。笑わざるを得ないだろ。キーワード急上昇で。お前、親がビビるだろ。何これみたいな。ヤフーのさ、ページに出したらさ、私の娘の名前があるんですけど、つって。帰ってきたわ。おい、ゴロちゃん、ちょっとここに座んなさい。俺さ、マジで聞きたいんだけどさ、お前ツイッターやめたってのは嘘だったの？ツイッターはやめたって。あ、そうなんだ。ツイッターやめたって言ってたじゃん、お前。言ってない。何言ってないって。気をつけなきゃダメだよ。じゃあゴロちゃんもちょっとほら、一言言って。早く。もうやめてくださいって。私に関わらないでくださいって言って。早く。言って、早く。じゃお前が言わないと、だって。ちゃんとこに言わなきゃダメなんだよ。で、言って。私にもう二度と関わらないでくださいって早く言って。で、俺が言っても、なんだよ、お前なんか本人じゃねえのに、なんだお前が出てくるんじゃねえよってなるじゃん。お前が言わなきゃダメなんだよ。言って、早く。私にも責任があるんですけど、もう関わらないでください。待って、ちゃんとマイクの近くで言って、マジで。いや、ダメだよ、ちゃんと。言って、早く。ここで言って、しっかり言わないとダメなんだよ。早く。早く。これもうちゃんと言わなきゃダメ。
お前ガツンと言ってやれよ。バカだな、早く言えよ。早く。私にも責任がありますが、もう関わらないでください。おめえ関わんじゃねえぞ、マジで。俺マジキレッカーな、はっきり言って。マジキレッカーな。ちょ、ゴロちゃん、じゃ上で待ってて。なので、急上昇ランキング最後7位だって俺見せたよ。ほら、おめえ7位にいるよ、つって。ふぅーっつった。ガチ泣いたかんないっつって。ほら、よかったらおめえ7位だ。今日からお前も有名人だって言った。やっぱそこは、ね、言ってあげなきゃいけないというか、お前有名人だから大丈夫だよっつって。大物カップル誕生だなって言った。